結婚式を数週間後に控えた一致だったが、結婚式に出席しないと言ってた義兄が急に、やっぱり出席したいと言ってきた。義兄の自己中心的な言動に頭を抱えた一致はそれに助言を求め、義兄へ制裁を与えるために、ある作戦を立てることとなる。一致は無事に結婚式を終えることができるのか？また義兄の自業自得な結末やいかに？私の兄が義兄の上司だったため、義兄のマウント発言の録音を渡した結果、結婚式のことで少し相談があるんですが書き込ませてもらってもよろしいですか？いいだろう、続けたまえ。のろけならいらぬ。私は最近今の夫と籍を入れ、あと数週間後に結婚式を予定しています。ですが、以前出席しないと言っていた夫の兄が突然出席すると言ってきていて、困っています。親族であればやはり、出席してもらわないといけないんでしょうか？兄弟は出席することが多いと思うけど、一致の言いぐりではどこか嫌そうだね。もう少し詳しく聞かないと判断できない。もともと夫とその兄である義兄は幼少期から仲が悪かったようです。その理由というのは義兄は昔から勉強やスポーツもできてスタイルもいいのですが、それを何かにつけてマウンティングしてくるからだそうです。義兄は大学もみんなが羨むようないい大学に行き、現在は大手企業に勤める出世頭だそうです。対して、弟である夫は兄と比べ、勉強も運動神経もそこそこなので。こんな学力でいい会社に入れるのかよ。こんなこともできないのかよ。生きてる価値ねえな。といったようなひどい言葉を夫は日常的に義兄に何かにつけてマウンティングされ、常に義兄に対してストレスを抱えていたようです。義両親は義兄にそのことを注意していたようですが、本当のことだろ？と言って聞かなかったそうです。なので夫は昔から義兄のことが苦手なんだと、交際時から夫に聞かされていました。実際、私も結婚の挨拶に義実家に夫と行った際に呼んでなかった義兄が義実家にわざわざ来て、弟の婚約者は一体どんな田舎者なのかと思って、見に来たら本当に冴えない女だな。お似合いだね。と笑顔で言ってきました。夫からは前々からややこしい兄がいるとは聞いていましたが初対面の第一声がこれだったので、フリーズしていましたところ、ウトが義兄に注意を始めました。一致さんになんてこと言うんだ、失礼だろ。本当のことだろ。こんなのと結婚するくらいなら一生独身でもいいや。そんなことを言うならお前も彼女を一人くらい紹介したらどうだ？うるせえ。俺だって本気を出せばすぐに彼女くらいできるわ。でも俺に見合う女がいないんだよ。そんなことだからいつまで経っても結婚相手どころか彼女もできないんだよ。夫が義兄にそう言うと義兄は顔を真っ赤にして震え始めました。そして、お前、弟のくせになんて口の利き方だ。そもそも兄である俺を差し置いて先に結婚するなんて本当に生意気だ。こんな奴らの結婚式なんて出席してもお金と時間の無駄だ。俺は欠席するから招待状も出してくるなよ。と言って、義兄は義実家から飛び出していきました。義兄、ただのナルシストやん。義兄の容姿プリーズ。義兄は義実家にいた頃はスカウトされるほど容姿が整っていたそうですが、実家を出てから一人暮らしで外食ばかりの生活のせいで現在35歳、100kg オーバーのおじさんです。夫の話では義兄は昔から確かにモテてはいたが自分に見合う女じゃないって全て断っていたようで、下手したら女性と付き合った経験すらないかもしれないと言っていました。確かに義実家で、ウトに彼女を連れてこいと言われてからかなり取り乱してはいました。その後は義両親と話し合いをし、義兄を招待したくないなら招待しなくてもいい。と言ってくれたのでお言葉に甘えて義兄には招待状を出さなかったんです。義兄は過去の栄光に今もすがってる哀れなおっさん。きつい。結婚式に自分から行かないって言ってたのになんで行くって言い出したんだろ？そのことなんですが、実は義兄の上司が私の兄だったようです。兄が仕事の休憩中に妹の結婚式に出席するという話をしていたそうで、その際に私の写真を義兄を含めた社員に見せたんだそうです。その際に義兄は弟の結婚相手が上司の妹だと気づき急いで出席すると言い出したんです。兄から連絡が来てないのでわかりませんがおそらく、兄は義兄のことには気づいていないと思います。義兄の中では上司と親族になるのだから将来の自分の出世を斡旋してくれるはずと思ったのでしょう。すぐに、我が家に電話をかけてきて結婚式に出席をすると言い出してきたんです。弟たちを祝うためではなく自分の出世のためとか狂ってるな。一致は嫌だと思うけど親族が揃っていた方が世間体的にはいいと思われるよね。義兄みたいなタイプは上司にはいい子ちゃんぶるだろうから。一致の兄に何か吹き込んだらややこしくなりそう。せやな、義兄が結婚式に行かないって言った証拠があったらいいんだけど。
皆さん、いろんな意見を聞かせていただいてありがとうございます。もちろん、義兄を結婚式に招待したくないですし、あと数日後の話なので式場にも迷惑がかかるので、義兄には諦めてもらうように夫にも相談してみます。こうして一致はスレミンの後押しもあり、義兄を結婚式に招待しないと決意しスレを後にした。そしてその数日後に再び一致がスレに報告をしに来た。皆さん、お久しぶりです。以前こちらで結婚式に行かないと言っていた義兄が急にやっぱり出席すると言い出したので、結婚式に招待するか相談しに来たものです。また相談に乗ってほしいんですが、書き込んでもいいでしょうか？勘違い義兄の話の続報？パンツ脱いで待ってるよ。パンツは履いてください。あの書き込み後、夫と再度話し合いをしましたが義兄には結婚式は諦めてもらう方針になりました。義両親にも義兄を結婚式に招待しなくてもよいかと相談しましたがあちらも義兄の勝手な行動に呆れ。式場にも迷惑がかかる上、式に行きたい理由が自己中すぎる。義兄はもう呼ばなくてもいい。とありがたい言葉をいただきました。その後、すぐ義両親を交えて話し合いの場が設けられました。私たちは義兄に結婚式は義兄自身が行かないと言ったのに自分勝手な理由で、式に参加してほしくないこと。また式はもう数週間後に迫っており兄弟とはいえ急な参加は式場に迷惑がかかるので、引き続き義兄は招待しないということを伝えました。すると義兄は、結婚式に兄を呼ばないなんて非常識なんだ。俺が行かないって言ったって招待状くらい出すのが常識だろうが、これだからできそこないわ。と義兄は予想通り、怒っていました。その後も義兄は夫と私に、一致の兄さんは素晴らしいのにその妹がこんな最低女だとは思わなかった。俺みたいなエリートに嫉妬するのはやめてくれ。これで俺が出世できなくなったらどう責任取るつもりなんだ？この俺が、こんな底辺夫婦の結婚式に来てやるって言ってるんだからありがたいと思えよ。どうせお前たちの招待客はろくな人間いないだろ？今から誰かキャンセルさせて、その席に俺を入れろ。など好き放題言っていました。以前、義兄が結婚式に行かないと言った証拠があった方がいいとアドバイスをもとに。実はこの話し合いはこっそり、ボイスレコーダーで録音していたんです。予想以上に私たちへひどい言動を浴びせてきてくれある程度義兄の罵声を聞いた後、夫とアイコンタクトをし、無理なものは無理。と言って、私たちは帰る準備を始めました。その間も義兄はまだ色々と言っていましたが、うとに、いい加減にしろ、非常識なのは義兄の方だ、諦めろ。と一括され、義兄は静かになりましたのでその後はすんなり帰宅することができました。先ほど、録音確認のため家で再度義兄の言い分を聞いてたんですが、怒りを通り越して、義兄のドキュン発言に夫と爆笑していました。夫と相談した結果、変な刺激を与えて、結婚式をぶち壊されても嫌なので、義兄が結婚式に行きたいと言わなければ兄に報告しないことになりました。このまま兄に聞かせてやりたいという衝動を抑え込み、こちらに書き込みしています。義兄が結婚式に乗り込んでくる可能性ありよ。確かに下手にプライド刺激したら何するかわからんからそれでいいと思う。話を聞いてくれてありがとうございます。また何かあったら報告しに来ますね。こうして、義兄に一泡吹かせる準備が整った一致は一時スレを後にした。スレミンたちは義兄はまだ結婚式に出席することを諦めていないという声が多かったが、予想通り、義兄の非常識な行動により、一致は再びスレに戻ってくることとなる。お久しぶりです。以前、マウンティング好きな義兄に私たちの結婚式に出席するのを断ったものです。なんとか結婚式が終わりましたので、報告に参りました。おお、義兄の上司が一致の兄貴だった話の人？義兄は何かやらかしたんか？皆さんの予想通り、義兄はやってくれましたよ。あの書き込み後は義兄から結婚式に行きたいということは言われなかったんで、夫と私は、あれ？諦めたのかな？と思ってたんです。ですが、義兄は結婚式の日時と場所の情報を義実家にあった結婚式の招待状から得て、結婚式当日に何食わぬ顔をして出席しようとしていました。くさ。その後の展開詳しく。私たち夫婦は結婚式の準備で忙しくしていたんですが、式場のスタッフが慌ただしく控え室に来て、新郎様のお兄様と名乗る方がいらしたんですがこちらの出席リストにお名前がありませんでしたので、確認に来ました。こちらのミスでしょうか？と言ってきました。しかも、立ちの悪いことに、私の兄と一緒に来ていたようで。新郎の兄弟が結婚式に出席しないことってありえない。式場のミスでは？と言って何も知らない兄は式場に指摘をしてきたようです。式場のスタッフには追い返してほしいと指示してもよかったんですが、
義兄が式場の受付で暴れるのは目に見えているので夫と相談し、兄と義兄を控え室に呼んでもらいました。控え室に来た義兄は開口一番に。この度はおめでとう。本当に綺麗な式場ですね。弟もこんな綺麗な嫁さんとか羨ましい。式場のミスで俺の名前がリストに上がってなかったんだ。さっきスタッフが料理と席はなんとか準備できるかもって言ってたから。今回の失敗はせっかくの晴れ舞台だし、なかったことにするな。と白々しいことを言ってきました。さらに私の兄も。一致聞いてよ。新郎の兄が俺の部下だったんだよ。世間は狭いよな。式場のミスは少し残念だけど、なんとかなりそうだしこのまま式も楽しませてもらうな。とのんきなことを言っていました。兄さんはもともと、僕たちのような底辺の結婚式に出席するのは嫌だって言ってたので、招待しなかったんですよ。式場は何もミスはしてません。と、夫が言うと義兄は焦ったような顔をし、私の兄は頭にハテナを浮かべていました。そんなこと言ってない。冗談でもそんなこと言うなよ。と義兄は私たちに反論してきたので、お守りに持ってきていた例の録音をこの場で大音量で流しました。次々出てくる義兄の私たちへの暴言が部屋に流れていくにつれて、兄は顔が赤くなり、義兄は顔が青くなってきました。義兄くん、これはどういうことかな？俺はそんなこと言ってない。こんなのでたらめだ。いい加減にしないか。結婚式には来るなって言ってただろ。義兄が夫につかみかかる勢いで反論してこようとしましたが、隣の控え室で準備をしていた義両親がこちらの部屋の異変を察知して、乗り込んできました。この段階で、私の兄は義兄の方が嘘をついていると判断したようで。義兄くんを招待しない理由がわかった。一致たちの話をちゃんと聞かないですまなかった。と謝罪してくれました。その後、義兄は式場のスタッフや兄により式場から追い出されました。義兄はそのまま逃げるように帰っていったので特にその後は滞りなく式をすることができました。兄には帰り際に改めて謝罪され、会社内で義兄に関して以前から変な噂があると教えてくれました。義兄は上司にはいい部下を演じてくるので兄も今日まではそんなことはないと思っていたそうですが今回の義兄の本性を垣間見たので後で調査してみると言っていました。結婚式お疲れ様。やっぱり乗り込んできたか。てか義兄様。またわかったら報告しに来て。兄は義兄の噂の詳細については教えてくれなかったのでわかりませんが、また何か報告することがあれば書き込みに来ますね。こうして、スレミンの予想通り結婚式に乗り込んできた義兄だったが、一致はなんとか無事に義兄に邪魔されることなく結婚式を挙げることができたようだ。そして一致は1年後に義兄の悲惨な末路をスレに書き込みに来た。お久しぶりです。以前、招待してない義兄が結婚式に乗り込んできたと書き込みをさせてもらったものです。結婚式の後の義兄がどうなったのかはくてかしていた方もいましたので、書き込みに来ました。あのマウンティング義兄か。早く詳細プリーズ。会社での義兄の変な噂というのは義兄は仕事が全くできないというものでした。義兄は同僚や後輩には私たちにするようにマウンティングをしてくるようで、気の弱い後輩や同僚に、エリートの俺にはもっと大事な仕事があるから俺の分の仕事をやっておけ。と言って、自分の仕事を押し付けていたようです。さらには仕事の成果を横取りしたり好き放題していたようで実際の義兄の仕事は、ネットサーフィンとタバコ休憩と上司の機嫌取りが主になっていたそうです。もともと、義兄の後輩や同僚から義兄が仕事をしないと兄に相談があったようですが、義兄は話術に恐ろしく長けているので兄は優秀な義兄を妬んでいるのか程度に思っていたようです。ですが、兄が義兄を調査した結果、前述のように仕事ができないと判明し、義兄にはもともと昇進の話もあったようですが、それもなくなったようです。そして義兄が日頃底辺と馬鹿にしていた同僚が昇進し、義兄は発狂したそうです。さらに義兄は、俺みたいなエリートを昇格させない職場なんてありえない。辞めさせてもらいます。俺にはもっといい仕事があるはずだ。と言って退職届を提出し、大した引き継ぎもなく会社を辞めたようです。そんな義兄は再就職をせずに知人からの勧めで FX を始めたようです。ですが、その知人が詐欺師だったようで義兄の資金は奪われ、ほぼ無一文になり、被害届も出したそうですが現在もその詐欺師は見つからないようです。退職金も貯金も詐欺師に渡してしまったから仕事も辞めてしまったのでお金がなくて困っている。兄弟だろ？助けてくれ。と義兄が夫に助けを求めて電話してきましたが当然拒否しました。それを見かねた弟が義兄に生前贈与としていくらかを義兄に渡したそうです。これ以上弟夫婦や親に迷惑をかけるなら絶縁だからな。
まずはちゃんと就職しろ。とうとうは言っていたんですが、そこから数ヶ月後に義兄からまた。100万円貸してくれたら FX で倍にして返すぞ。エリートの俺が言うんだから貸してくれるよな。と電話で言ってきたので。なら、その100万円も働いて自分で稼ぎなよ。と言って夫は電話を切りました。FX についてはそこまで詳しくないんですが、うまくいってはなさそうです。この度、義両親も私たち夫婦もまだ資金に余裕がありそうな義兄から逃げるため、引っ越しをし、電話番号を変えたので厄落としという意味で書き込みしました。結局仕事しなかったんだな。最近急に円安になったし逃げて正解だ。義両親にもさじ投げられててくさ、ちゃんと働いてたらよかったのに。義兄から義両親も一致夫婦も逃げたという報告を最後に書き込みは終了した。義兄が再び一致夫婦や義両親に助けを求める日は近そうだが、無事に義兄から逃げ切っていることを願う。もしもあなたに一致のような義兄いて今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。FX は投資の中でも資金が少なくてもできるものですが、負ける人が大半なので、もし興味のある人はしっかり勉強してからするようにしよう。